ルイージか。え、てかさ、ルイージってさ、さっきっていうか気づけがあって昨日か、俺ボール君とズー先生とさ、血のスマ同キャラ 3-on-3 っていうのに出ててさ、そこで優勝してたのもルイージ艦隊だったんだけど、ルイージってさ、最強キャラなの？強キャラなの？なんか最近ルイージで強いやつやたら多くない？まあその大会俺らの成績はというと、1回戦からボイド率いるロボット艦隊に負けてね、くしくも1回戦敗退になってしまったんですけれども、まあ興味ある人はね、あのボール君のチャンネルにアーカイブ多分残ってるから、ぜひあの見てみてくださいっていう感じなんですけど、今ルイージって環境最強キャラなの？キャラランク的な。でこいつもルイージなのに小戦場にしてるあたり、あの意識高い系のスマメーターな匂いがプンプンするんですけど、いやーでもそれ以上マジ、あの 3-on-3 の大会マジで悔しかったな。思い出すだけで悔しいわ。え、これ死ぬ？あ、だよね。いや俺さ、あの 3-on-3 あの最後の3人目の対象ポジション的な感じで出てったんだけど、めっちゃ頑張ったんだよね。本当にね、くっそ頑張って熱い試合したからさ、ちょみんなぜひあの見てほしいんだけど、マジで悔しかった。あ、やべ、これは即場していかないとまずい。いやでもマジで大会のやつ見てほしい。俺頑張ったから本当に、多分ボール君のチャンネルでアーカイブ残してると思うから本当に見てほしい。俺対ボイドの直接対決もあるし、そこも見どころ。いやでもさ、ちょっと愚痴っていいかな。いや俺さ、ボール君とさ、3回 3-on-3 の同キャラ 3-on-3 大会出たことあるんだけど、マジでさ、キャラ運っていうか相手運悪すぎて、1回目はアコーラ率いるあのカズヤ軍団だったわけよ。で2回目は謎のメタナイト軍団で、3回目ロボット軍団っていう、もう1回戦からもう負けが確定。え、待って、こいつお前ちょっとやっぱやるタイプか。やばい、お前即死できるタイプ。あ、オッケーオッケーオッケー。こいつは多分即死性能あんま高くないタイプのルイージだな。シンプルにスマブラが上手いタイプのルイージだわ多分これ。うわ 93%。 ちょっとそろそろここらでバーストしないと。待って、えっ、そこ行かれんの？おし、終点来た。いやこいつぶっちゃけね、戦闘力高いっていうか桜予備軍だけど、即死性能高くないタイプのルイージだからぶっちゃけ勝てる、この手のタイプのルイージは。いいんだけど、お前さっきまで全然即死できてなかったやん、うん、やばいやばい。あ、オッケーオッケー、まぐれか。いやーこれ即場しないとまずいね。とりあえず希望の一つもホープ一発入れて、とりあえずねパーフェクトゲームを阻止していって、でやられると。なんやねんこれ、もうそろ怒ったよ俺。ちょっとぶっつぶす。え、俺今それかわしてない？どう考えても。メロン、これさ、即死されなくても 80% ってやばいでしょ。よだれた。え、それ何、植木？え、あれ俺が悪い、あれかかってる俺の物件が悪い、誰か教えてくんない。あれ隠すならもう大変なことになるよ。このキャラゴミ屋並みのクソキャラになるよ。つらせ。え、何そのコンボルート。でもこれマジでつかみ超絶警戒していく。いや即死性能高くないタイプのルイージとかって言ったの取り消すわこれ。だから普通にやばい、つかまれたら終わりこれ。スマ戦と一緒だわ。つかんでないやん。そのつかんでないのにさ、即死ルートみたいなのに持ち込んでくんのやめて。いやでもオッケーオッケー、ここまではね、掴みを拒否できてる完全に。ぶっちゃけルイージなんて掴まらなきゃ負けねえからな。こうかる、マジか。 101% 対 81%、 ここなんとしても先制したい。うわやばい、え、これ積んでる。とりあえず大外からこれ復帰していって、もうその上様強くねマジで。そこはしないとまずい、この崖絶対狩る。オッケーオッケーオッケー、これ帰ってこられへんやろ。来る、あー、よし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 、言うてこぶ言うてこぶ。こっからまた掴み警戒、掴まれたら終わり。え、でも間違えた、王冠がすいません。くそー、カモン、このキャラ
小戦場か。いやでもこいつの即死スキルだったら小戦場の方がまだ勝てるまである。もうこいつ多分完全に俺のズラシに対応してる。あもうはいはい、そういう感じで、そういうズラシね、はい余裕だからみたいな、お前デブだからサンドバッグだから SB だからみたいな感じで余裕でね、あの即死コンボでしょってくるから、ちょこれはもう小戦場に逃げよう。えそれやめて、そのイザナミ、とりあえず待って、これダメージを一発オッケー。怖い、そのさふわってねえ、もうこれどうずらすの俺今、もう無理だよそんな一瞬でずらすの、掴まれた瞬間からずらやめて、銀貨すいません、危ねえ、何そのトルネードで締めるルートの即死コンボ、知らないんだけど、そんなん聞いてないわ。何そのさ小戦場専用の即死コンボ、もう危ない、こいつスマセンより即死スキル高くない、もしかしてお前スマセンより即死できる、もっとかこれもう負けが確定が確定しとるやん。あーあーもう、ああもうやめて、ああもう殺してよ、なんでその寸止めすんの、もう殺して早く頼むから今ので、もうどうせ無理だからこんなん、こっち 153% でさっきのあの復帰途上展開で殺しといてくれよ。おし仕切り直し、ちょ絶対こいつぶっ倒す、やっぱね最初で一気に差つけられちゃうから、この上位勢の相手ってでも最初慎重にいかに丁寧に食らいついていくか、いかにぶち壊されて突き放されないか、それがやっぱこういうレベルのね相手と戦うのには重要。マジ最初流れ取られると速攻で持ってかれっから、ほんで速攻で負けが確定を確定させられるから、そのさスマセンのスマセンみたいなそのカッポンすんのやめて、トイレカッポン、はぁ、え、なんであれ間に合わんの、もうやだ、なんか始まってるし怖い怖い、危な、なんかお前イカついの狙ってただろ、マジそのさ掴み指導からとかじゃなくて唐突に即死ルートに入ってくのやめてくんない、怖いから、やばいこれもう撃墜しないとまずい、マジで負けが確定確定する、この崖狩る、こっちで強気の回避やがりで終わった、終わったよ、もう死んでくれ死んでくれ、よし希望の人もホームが通っていく、いやこれまだあるぞ、この即死体である、やめろ即死バカ、すませんチビデブ、何何はぁ、あ、オワコンやん、はい、ということでこんなとこですかね。いやあいつ強くね、あいつすませんよりワンチャン強いんじゃね、マジさもう20連戦くらいしたガチで、ガチ20連戦くらいして、もうせっかくさもう宇宙最強プラス1万ちょっとさあったのにまた下がったわ1日で、もうすぐ10万に行くのに、かわいそうだと思った人はチャンネル登録と高評価してください、あとコメントとね概要欄から X と Instagram のフォローとかも行きますんで、そちらもぜひお願いします、ということでまた次の動画でお会いしましょう、ご視聴ありがとうございました、うんエクスタシーう